かなりの紙の束になっております。私自身も、今回令和5年の6月議会で、もらった紙をちょっと束でまとめているんですが、議員一人でこれだけの量の紙の束をもらっています。かなり分厚い量です。これだけの量です。これを議員22名、そしてなおかつ年に4回、3月、6月、9月、12月と議会がありますので、年に4回使っていることを考えると、かなりの、紙が無駄に、まあ無駄にというか使用をし終わってしまえば、まあ無駄になってしまっている、そういった現状があります。あくまでも議員のための改革ではなくて、それが結果として市のため、市民の皆さんのためになるように議会を改革していかなければいけないと私は考えています。